エスパルの宇田と海介と玉袋。はいはい、ということで今日の企画はデレデレデレブシッていこう。今から元カノにかけてもらいます電話を。え、何渋谷絶対電蔵。いやでもだって仕事しとるかもしれん。またそれも元カ、もう自分元カノから電話が出る。俺って出んよ。俺出る。まあ出るか出へんかは別で、うん、まあ一回かけてみて出たら、まあ、ちょっと話してみて過去のお前たちはどうやったのか聞いていこうと思います。怖いな。デートどこ行ったかとか。ということで早速かけていきましょう。だよ。じゃあケースから。はい、僕の彼女から元カノからいきます。うわ怖いわ。嫌やなこれ。出る。あ、出た。はい、もしもし。もし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 。今ちょっといい？どうしたん急に。あのさ、高校の時彼女やったやん。で、今俺らのエスポーラの客で、元カノに電話かけようっていう企画してんねんけど、その時の彼氏やった俺はどういう人やったかみたいな。そんなもん芸人やろ。芸人やつ。俺高校どんな人やった？え、みんな笑わせてたんちゃう。うわ、あんまどうかしとって好感度高。俺どんなあれで告白したっけ？え、もうあれはさつき山ちゃん。夜景見てやったっけ？彼女としてどうやった？俺彼氏として俺を見て。あ、もうそれは最高やったよ。マジで？うん、あん時は。あん時は俺どういうとこデート行ってたっけ？いろいろ行ったんちゃう。なんか心霊スポットとかも行かせてたで、あれやんな、そっちから降ってきたやんな。そうやな。あれなんで降ったん？え、なんか後ろに霊見えたから。え、でもあれやんな、楽しかったやんな。その時はその時でな、最高の思い出。よかった。え、二人は何か聞きたいことある？え、今の経験見てどう思いますか？今の経験またより一層最高やなと思って。おお。もし経験がやり直そうって言ったらどう思いますか？そりゃもう私には旦那がいるもん。敗北や。俺敗北やわこれ。ありがとう。頑張って。じゃあありがとうね。はい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 。Thank you。 はーい。この人面白い。私には旦那がいるもんで、ね、何言ったかって言ったら後ろにハイゴレが出てる。よし、じゃあ次俺行くわ。出るかな。お、もしもし。もしもし。お久しぶりです。どうしたん？え、今外お久しぶりです。今なんか、うん、俺らの動画で元カノに電話しようっていう企画をやっとって、うんうん、でそんで電話させてもらいました。はい。はいって何それ。え、でそんで高校の時の彼女やん。うん、俺ってどんな告白しとったっけ？いや覚えてないんですよ。まあなんとなく覚えてるけど、放課後に呼び出されて、うん、うん、あ、そうやな、直接言ったって感じやな。うん、でも楽しかったやろ？楽しかった。やろ？めっちゃ幸せやった。やろ？デートとかいろんなとこ行ったしな。うん。で、なんで振ったんけ？俺、あ、じゃあ俺が振ったんか。そうやって。いや、そこはちょっとごめんって言いたいんやけど。いやでも、うん、今って彼氏おるん？おらん。あの、すいません、ちょっと申し訳ないんですけど、はい、もし、うたちゃんが戻りたいって言ったら戻れますか？今はちょっと無理かな。振られた。え、そこはどういった点で無理なんですか？いや、今ちょっと好きな人いるんで。ああ、ダメや、ダメや。でも俺優しかったやろ？まあ、優しかった。やろ？やっぱ寂しい時に会いに行った宇田ちゃんがおったやろ。うん。よかったやろ、あん時は。幸せやったよ。おでももう無理やな。でももう、もう好きな人おるしな。俺な。もうあかんわ。諦めなあかんわ。諦めな。じゃあまあ、そんだけねんけど、ごめん、ありがとう。うん。おい。俺と、なあ、宇田ちゃん好感度いいよな、今。なあ、いいな。彼女から、元カノからの好感度。俺も割といいと思うよ。ほんまだよ。いや、俺女の子ね、超丁寧に。はい、じゃあ最後、島袋の番。じゃあ次は、僕の高校の時の。寝とるかな、さすがに。あ、もしもし。もしもし。ごめん、夜遅くにごめんな。うん、あの、これ、ちょっと今僕らの動画で企画してんねんけど、エスパルの動画で、あの、元カノに電話をかけてみようっていうコーナーで、あの、いや、ほんまに急でめっちゃ悪いんやけど、高校の時に付き合ってた彼女にちょっと電話してみようっていう。俺ってさ、最初出会い始めてどんなやった？出会い始めて高2の時同じクラスで、あれ確か文化祭かなんかで仲良くなってんな、接点は。最初は変な人。変な人やもん。いつもビートボックス、なんていうんか、ビートボックスやな、ずっとしとって。あ、その時からしてない。あ、もうずっとしとって。ちょっと危ない人なんだ。
でも俺から告白したわけやん。まあけどそれは何とも思わんかった。その時は友達に相談して最初やめとこうと思ったけど、友達が笑い方面白いからえ、でも付き合って俺ええ人やったやろ。確かに。デートとかどこ行った？なんか動物園行ったのに、と猿の前から離れんくってずっと猿のとこで1時間ぐらい座ったし彼氏としてどうでした島袋？まあまあまあいい人やったけど、けどちょっと笑い方がやっぱ面白すぎて私にはついていって。なるほどね。今島袋が仮に告白したらやり直せる？それはどうかな。ちょっと待って、お前下ろせたんか、もったいない。絵がしたいものは大きいぞ。じゃあな、バイバーイ。知ってる方最悪やお前。はい、ということで3人の元カノに電話しました。はい、うわー久しぶりやった。久々やったありやな、こういうのあり。の久々に聞くとやっぱなんかキュンってするな。意外と好感度持たれてたっていうね。うん、全員出るって奇跡じゃない？ほんまに3人の彼女ありがとう。ということで次回は木崎ゲージの彼女でかけてみたでお会いしましょう。はい。